うんがでっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあそれではこちらもやっていきませう。サガフロ2発売日記念、ロマンシングフェス、ミスティ編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。今回のガチャの新スタイルはミスティ、リッチ、ジニー、グスタフの4名。果たして新スタイルの性能やいかに。それでは新スタイルざっくり性能チェックのコーナー。行くぞ！てなわけでまずはじめにチェックしていきますのはミスティ。知力が 135% プラス17、精神が 112% とかなり高め。他は素早さが 102% プラス11、魅力が 74% と高めです。ミスティのアビリティについて、4ダメ超極大アップ、非ダメ大軽減、バトル開始時、自身の BP1 回復、味方全員に弱なオーラ2回をターン制限なしで付与。ターン開始時、自身の BP3 回復に知力特大アップ、自身にヒートアップ極大を5回上限で付与するアニマを求めるもの、弱なオーラ2回は攻撃被弾時に上限2回で、敵全体に腕力と知力デバフ中、自身に腕力と知力バフ中、自身に攻撃強化大を2ターン付与の効果、攻撃スキル命中時、ノクターンプラスで追撃、OD 攻撃発動後、ノワールアステロイドで追撃、ターン終了時、自身の OD ゲージを特大アップさせる欲望のままに、ノクターンプラスは A 威力だ炎単体攻撃、攻撃命中時、対象に腕力デバフ症、素早さデバフ症、知力デバフ症付与のおまけ付き、ノワールアステロイドは SS 威力だ炎単体攻撃、攻撃命中時、対象に腕力デバフ中と知力デバフ中を付与、味方生存者全員に弱なオーラ2回を1ターン付与のおまけ付き、ターン開始時、5回上限で自身にヒートアップ特大とディフェンスアップ大を付与する激化する力4、開幕 BP11 スタート、味方全員に弱なオーラ2回を付与、攻撃被弾時に敵には腕力知力デバフ、自身には腕力知力バフに攻撃強化を付与、火力アップだけでなく火ダメ軽減や状態異常対策で仕事できそうな感じですな。まあ敵がデバフ解除するタイミングにもよりますが、攻撃命中時にはノクターンプラスで腕力、知力、素早さにデバフを付与、OD 攻撃時にはノワールアステロイドで弱なオーラをさらに味方全体に付与可能、ターン終了時に OD ゲージ特大アップがありますので、高頻度で弱なオーラを味方全体に付与することができます。ミスティのスキルについて、BP1 で使える E 威力だ炎単体攻撃のシェイドソウル。こちらは攻撃命中時、腕力デバフ症と知力デバフ症付与のおまけ付き、BP6 で使える B 威力だ突然体攻撃のフォーリングコメット。こちらは使用回数1回までの制限付き、攻撃命中時、対象にモラルダウン大と攻撃弱化特大を3ターン付与のおまけ付き、BP11 で使える SS 威力だ炎単体ファスト攻撃のノワールアステロイド。こちらは攻撃命中時、対象に腕力デバフ中と知力デバフ中を付与。味方生存者全員に弱なオーラ2回を1ターン付与のおまけ付き、ノワールアステロイドで腕力知力デバフを付与しつつ、味方全体に弱なオーラ2回を付与可能、OD 攻撃と合わせて使うことで攻撃被弾時に一気にデバフを付与することができます。シェイドソウルで腕力知力デバフを継続的に付与可能。フォーリングコメットで3ターンの間モラルダウンと攻撃弱化を同時に付与して火ダメを軽減することができます。が1回しか使えないのがイマイチですな。腕力知力デバフに特化したスタイルですな。アビリティで攻撃を被弾することで重ねがけすることも可能です。相手がデバフ解除してくるタイミングにもよりますが、特定のタイミングでしかデバフ解除してこない敵が相手ならばいい仕事してくれそうです。続きましてチェックしていきますのはリッチ。腕力と知力が 121% プラス14と高め、精神が 85% しかないのがちと残念ですな。リッチのアビリティについて、味方全員の火ダメを特大軽減。ターン開始時、味方生存者全員に残機の投資2回と熱気の投資2回を1ターン付与。五炎剣発動後に剣炎に残で追撃。炎残破発動後に残炎に輪で追撃。剣炎連撃発動後、剣炎に残と残炎に輪で追撃する叶えたい願い。剣炎に残は威力残熱単体ランダム2回攻撃。
断炎二輪は威力残熱単体ランダム2回攻撃の火術。残機の投資2回は残属性を含む攻撃時に2回上限で、自身の HP を極小回復に BP に回復。さらに自身の体力と精神を中アップの効果。鉄器の投資2回は熱属性を含む攻撃時に2回上限で、自身に攻撃強化中と熱属性攻撃強化台を2ターン付与。さらに自身の腕力と知力を中アップの効果。攻撃時、味方生存者全員に防御強化賞を1ターン付与。技攻撃時、味方生存者全員に残属性攻撃強化台を2ターン。術攻撃時、味方生存者全員に熱属性攻撃強化台を2ターン付与する夢追いの剣士。よだめ超極大アップ、火だめ特大軽減の攻防の戦技録。味方全員への火だめを特大軽減。さらに攻撃時には全体に防御強化賞。技攻撃時には残火力アップ。術攻撃時には熱火力をアップ。追撃でもアビリティ効果が発動するので耐久アップだけでなく、残熱スキル持ちで編成すればパーティーの火力底上げで大きく貢献してくれそうですな。毎ターンパーティー全体に付与される残機の投資と熱機の投資で、HP 回復に BP 回復、火力アップにステータスアップでも活躍できます。リッチのスキルについて、BP1 で使える威力残熱単体攻撃の5円剣。こちらは自身の HP 極小回復とガードアップ小2ターン付与のおまけ付き。BP1 で使える D 威力残熱単体攻撃火術の演算波。こちらは自身に攻撃強化小2ターン付与のおまけ付き。BP10 で使える残熱単体ファスト攻撃の剣炎連撃。こちらは剣炎に残と残炎に輪が順に発動。攻撃属性がすべて残熱なのでアビリティの恩恵を余すことなく受けることが可能ですな。剣炎連撃を使用したターンは1ターンに4回確定で攻撃。周りで BP サポートしてあげれば毎ターン使用することもできそうですな。残と熱のスキル持ちのサポートに特化したスタイル。火力面、耐久面のサポートだけでなく BP パサーとしても素晴らしいですな。一緒に組むなら残は欲しいところでございます。続きましてチェックしていきますのはジニー。2年前のイベントで登場したイラストのジニーが新スタイルで登場です。腕力が 111%、愛が 51% プラス14、魅力が 63% とやや高めですが、これといって特化したステータスがなしでございます。ジニーのアビリティについて、バトル開始時、味方全員にエレメントエンハンスだ超極大を付与。ターン開始時、自身の BP に回復。味方生存者全員にティガーのコブ1回を付与。回復行動時、味方生存者全員に防御強化台を2ターン。対象にダメージ無効、関節を1ターン付与する夢への前進。ティガーのコブ1回は打属性を含む攻撃時に1回上限で、自身の HP 極小回復。味方生存者全員に防御強化賞を1ターン付与の効果。火だめ特大軽減。味方全員生存時、味方全体の余だめ中アップと火だめ大軽減のスーパースクラムガード。余だめ特大アップ。ターン開始時5回上限で自身にディフェンスアップ台を付与する待機盤性鉄壁。味方の打属性火力をアップ。味方全員生存時にも余だめアップと火だめ軽減が可能。ティガーのコブで味方が打属性攻撃をすればパーティー全体の火ダメ軽減でも活躍。回復スキル使用時にも味方全員に防御強化台を付与。さらに回復対象には1ターン関節攻撃無効も付与。耐久面のサポートはかなり優秀でございますな。ジニーのスキルについて、BP レイで使える D 威力だ単体攻撃のプロテクトヒット。こちらは味方生存者全員にガードアップ小1ターン付与のおまけ付き。BP3 で使える D 威力単体回復土術のアースヒールプラス。こちらは全ての状態異常を解除。さらにターン終了時 HP 極小回復を5ターン付与のおまけ付き。BP10 で使える S 威力だ単体ファスト攻撃のパピオンモンテ。こちらは味方生存者全員に防御強化中を2ターン付与。さらに確率特大で味方全体に攻撃強化特大を2ターン付与。それぞれ確率特大で味方生存者全員の腕力、素早さ、愛、魅力を大アップ。
確率大で味方生存者全員の HP 消回復のおまけ付き、パピヨンモンテで攻撃しつつ味方全体の耐久力アップ、さらに 50% の確率で攻撃強化特大を2ターン付与、腕力、素早さ、愛、魅力バフも 50% の確率で付与、味方生存者全体回復は 37% の確率で発動。上振れした時はかなり恩恵が大きいですが、下振れすると防御強化だけという悲しい技ですな。まあ確定発動だと強すぎですが、バスヒールプラスで単体ヒーラー&状態異常解除薬、さらに5ターンの間リジェネも付与可能。できれば全体回復が良かったですが、まあ仕方がないことなんでしょうな。が属性パーティーのサポーターですな。パーティー全体に防御強化を付与できるのは良きです。高難度や幻灯上で活躍してくれそうです。最後にチェックしていきますのはグスタフ。腕力が 135% プラス17とかなり高め。他は体力が 96%、素早さが 104% プラス11と高くなっております。属性耐性は熱がプラス10となっております。グスタフのアビリティについて、バトル開始時、自身の BP10 回復、さらに自身に消費 BP 減少10を2ターン付与、ラウンド開始時、味方生存者全員にウィーク攻撃強化極大を、10、9、8、7、6ターンの5種類付与する2振りの刃、バトル開始時、自身に強襲の号令をターン制限なしで付与、味方生存者全員に最大 BP 増加10を5ターン付与、味方生存者全員の BP 5回復、ラウンド開始時、味方生存者全員にガードアップ台を5ターン付与する進撃の火蓋、強襲の号令はターン開始時に3回上限で、味方生存者全員に攻撃強化極大を1ターン、腕力、器用さ、素早さ、知力特大バフを付与する効果、よだめ特大アップ、ウィーク攻撃のよだめ超極大アップ、火だめ特大軽減の弱点の戦技録、2ターンの間は消費 BP-10 でスキルを使用可能、さらに味方全員の最大 BP プラス10に5回復、開幕 BP25 スタートってことでいいんですかね。ラウンド開始から10ターンの間、味方全員のウィーク攻撃火力をアップ、ドラゴンレースで登場した殿下みたいな感じですかね。強襲の号令でターン開始時に3回上限で味方全体の火力をアップ。火力だけでなくラウンド開始から5ターンの間はパーティー全体の耐久アップも可能です。グスタフのスキルについて、BP15 で使える SSSS 威力残熱横一列攻撃のツインフレアスラッシュエッジ。BP15 で使える SSSS 威力残熱縦一列攻撃のツインフレアスラッシュ V。BP15 で使える SSSS 威力残熱単体攻撃のクロスフレームスラッシュ、残熱の縦横単体火力アタッカーですな。周回や井戸で活躍してくれそうです。というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの性能でございました。それではここからは今回のガチャの個人的な感想でございますが、最近の属性パの流れを考えるとリッチが気になるところですかね。ジニーもコンボの戦力が足りてないならありだと思います。以上、サガフロ2発売日記念、ロマンシングフェス、ミスティ編、新スタイルざっくり性能チェックのコーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、